はい、ヒューです。今回は竹内と長谷川が抹消、昇格は誰になるということでですね、今回はね、本日、工事が発表されまして、竹内投手、長谷川選手がトルコを抹消されるということになりました。なので、今回はね、その竹内投手、長谷川投手選手の代わりに、明日誰が昇格を果たしていくるのかっていうところについて、簡単に話していきたいなというふうに思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、竹内と長谷川が抹消ということで話していきたいと思います。 えまずは竹内投手なんですけれども、えー、昨日の試合先発登板を果たして、まあ、本当にね素晴らしいピッチングを見せてくれたんですけれども、 えー、9回にですね、足をつってしまった関係で緊急降板をしてしまいました。長谷川選手に関しては、ここまで1軍に登録をされていましたが、えー、打率1割4分3厘、オペレス0.456ということでね、まあ活躍した試合もあったんですけれども、なかなかやっぱこう継続して結果を残すっていうことができなくて、成績が、えー、かなり低迷をして苦しんでいるような状況でした。まあ、竹内投手に関してはおそらく足がつったっていう影響もあるんですけれども、まあ、ローテーション編成の中でおそらくプラン通りのマッショになるんじゃないかなというふうに思いますし、 本人も、ね、足がつったことに関しては大丈夫というふうにね、えー、今日メも笑顔で話していたみたいなので、まあ、そんなに、えー、彼のことに関しては心配する必要はないかなというふうに思います。で、まあ、長谷川選手、竹内投手がね、圧、ま、勝、あ、まあすることになったということなんですけれども、じゃあね、明日また、ね、新たにカード変わって、えー、シーズンがスタートしていきますから、まあ、誰が、ね、上がってくるのかってことについて、ここからは話していきたいなというふうに思います。 はい。まずはね、竹内投手が、ま、ま、視したということなんですけれども、まあ、じゃあね、今週の先発ローテーションどうなっていくのかについてね、まず話していきたいと思います。で、明日の予告先発発表されて、今井達也投手ということになっております。今井投手はね、まあ、ちょっと間が相手の当番ということになるんですけれども、まず21日明日が今井投手。で、おそらくなんですけども、22日水曜日に関しては、ま、隅田投手が投げるんじゃないかなというふうには思っております。 まあ前回もね、先週、水曜日、エスコンフィールドちょっと打たれてしまったんですけれども、まあ、投げたっていうのがあったので、まあ、おそらく、今週に関してはも水曜日は隅田投手に行くんじゃないかなというふうに思っております。まあもしかしたら高橋コーナー投手、かよう投げていたので、高橋コーナー投手の可能性もあると思うんですけれども、まあただおそらく、次のカードがオリックスというところを考えると、隅田投手多分オリックスに、 ぶつけたくはないっていうふうに、首脳者は思っているんじゃないかなっていうふうに思うので、まあそういった部分を考えると、おそらく、まあ22日はロッテ戦にスメラ投手、で24日のた、のオリックス戦に高橋光の投手,投手が投げることになるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ24日は高橋光の投手、で25日が、まあ前回金曜日に投げた坊高橋投手、まだ抹消されていないのでおそらく坊高橋投手が25日は投げる。で26日はその前の週に土曜日に登ました渡辺優太郎投手が、まあ日曜日中7日という形で投げることになるんじゃないかなというふうに思いますね。 おそらく6連戦の予定はないのと、あとは某高橋投手と渡辺裕太郎投手がトルコをね、抹消されていないっていうところを考えると、おそらく竹内投手の抹消っていうところはプラン通りだったんじゃないかなと思いますね。まあ足を釣ったから緊急で抹消させたっていうわけではなくて、おそらく足を釣ってても釣ってなかったとしても、え昨日の登板が終わったら今日落とすつもりだったんじゃないかなというふうに思うので、 まあそこを考えてもね、そんなに心配いらないというか、まあローテーションに関して竹内長が足つったことは、大きな影響はないんじゃないかなというふうには思います。で、またですね、おそらく多分交流戦の1周目のどこかで昇格をしていく形になるんじゃないかなというふうに思いますね。またね、その来週からは交流戦が始まっていって6連戦スタートしていくということですから、まあそこでまたローテーションもいろいろ新たな動きっていうのが出てくるんじゃないかなというふうに思います。 はい。で、ピッチャーに関してはこんな感じですね。で、次はね、じゃあ野手の昇格誰かってことなんですけれども、まあ、こう考えるとおそらくその先発ピッチャーが、ま新たに上がってくるっていうことはないので、まあ、野手が2人上がってくるのか、まあ、あるいはね、まあ、中継ピッチャー誰か1人上がってくるのかな、まあ、どっちかになってくると思うんですけども、野手の昇格は誰かについてね、ちょっと話していきたいと思います。で、今、2軍の、まあ、選手たちの、まあ、状態っていうところを簡単に見ていくと、まあ、やはり今一番すごい調子がいいのは西川真弥選手ですね。5月に入ったから西川真弥選手、リス3割1 ブロックににが0.895とととといいいいいううことで、ねまあ、非常にこここでね非常1ヶ月ぐらい高いパフォーマンスを残しててくれているということになります、えー、続いて、栗山選手がね、打率3割8厘、OPS が0.862ということで、まあ、栗山選手もね、まあ、ずっと2軍でね、今調整中ということですけれども、えー、今月に入ってからは非常にいいパフォーマンスを見せてくれているということになっておりますので、まあ、もし2人足を上げるってなったら、この2人の可能性が高いんじゃないかなというふうには思いますね。 で、長谷川選手がやっぱ抹消されているところを見ると、まあ長谷川選手はね、センターを守れる選手になりますから、これ長谷川選手が抹消されてしまうってなると、まあセンターを守れる選手って、まあキッス選手ぐらいしかいないのかなというふうに思います。で、ヒルマ選手が一応、まあセンターで試合に出たりはしてるんだけれども、まあ正直ヒルマ選手のやっぱセンターの守備力ってね、まあそんなに高いものではないですし、実際ね、プロに入ってからほとんどそのセンターの守備に、まあついた経験もない選手になりますから、まあちょっとやっぱ守備力に不安は抱えるんですよね。 そうなってくるとやっぱりセンターを まあ、それなりに守れる選手が昇格をしてくるってことになりますから、まあ、西川真也選手はね、本当にセンターでずっと2軍で試合に出続けていて、まあ、非常にこう、高い守備力っていうのを持っている選手でもありますし、であとは鈴木翔平選手もね、一応、まあ、センターを守れる選手にはなりますから、まあ、彼の可能性っていうところも、まあ、なくはないのかなというふうには思っております。なので、まあ、西川選手か鈴木翔平選手と、また栗山選手、まあ、この、こら辺が、まあ、明日昇格する可能性が非常に高い選手になってくるんじゃないかなというふうに 思いますのでま明、あ、日ねちょっと誰が上がってくるのかっていうところえ注目して見ていきたいと思います以上ですはい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました今後も埼玉セーブライオンズの最新情報や考察解説をお話していきますえ少しでも動画がいいと思ったらグッドボタンチャンネル登録の方よろしくお願いいたします Twitter も毎日更新しておりますので概要欄の方からチェックしてみてください